身体的・精神的ストレスは自律神経が乱れる要因になります。自律神経の乱れを避けるためにはストレスを回避するのが一番と考える人もいるかもしれませんが、時にストレスは人間の能力を成長させるきっかけにもなります。適度なストレスを乗り越え自身を成長させるためには、周辺状況を正確に認識し適切に対処する必要があります。そこで何よりも大切なのは、自身の精神を安定させ、脳の働きを正常に保つこと。面接などで緊張すると、どうしても呼吸が浅くなりがちですが、そんな時こそ、呼吸を深く、十分に繰り返して、脳に酸素を送りましょう。この呼吸法では、息を吸う、止める、息を吐く、止める。この流れをワンサイクルとして何度も繰り返します。ダンスのボックスステップのようにこのサイクルを繰り返すため、ボックス呼吸法という名がついたそうです。アメリカの海軍でも採用されている呼吸法で、戦場という強烈なプレッシャーとストレスを感じる環境において、常に警戒心、集中力、落ち着いた精神を保つための手法として用いられます。全身的筋弛緩法と同じく、この呼吸法も普段から実践し練習しておく必要があります。1秒だけでは呼吸が浅くなってしまうという人は、呼吸を深く吸うことを優先して、まずは自分に合ったテンポで練習を始めると良いでしょう。深く息を吸うこと自体が難しいという人は、ストレッチで体のこりをほぐしたり、呼吸している時の姿勢を改善する必要があるかもしれません。呼吸は全身運動です。胸の周りや横隔膜だけでなく、正しい姿勢で全身の筋肉を効率よく動かして初めて深い呼吸ができるようになります。体のこりをほぐして姿勢を正したけれど深い呼吸が難しいという人は、腹式呼吸のトレーニングで呼吸に関する筋肉を鍛える必要があります。まず、仰向けに寝て腹部に手のひらを当てた姿勢で全身の力を抜きます。次に、息をゆっくりと吐いていきます。胴回りがしぼんでいくのを意識してください。息が吐き出せなくなったら、ゆっくりと息を吸います。今度は、胴回りが膨らんでいくのを意識してください。息を吸えなくなったら、最初の工程に戻ります。寝た状態で腹式呼吸ができるようになったら、立っている姿勢で同じトレーニングを行いましょう。毎日続けることで呼吸に関する筋肉が発達していきます。不安を感じたり緊張したりすると、心拍数の上昇や息苦しさ、肩のこわばりなどの症状が出ます。これは人間として自然な反応なのですが、このような状態に陥ると少なからず思考力が低下し、心理的視野狭窄に陥ってしまいがちです。内定がかかった面接などでは、入念に準備して練習を繰り返した人でもこのような状態になってしまうでしょう。そんな時、このボックス呼吸法と腹式呼吸を実践して脳に酸素を送り込みましょう。穏やかな心で自分を見失わずに受け答えができるようにしたいものです。この動画が気に入ったら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。